それでは、越、喜ぶという字ですね。まず、立身弁を書きますね。ちょっと左下に向かって。同じ位置ぐらいから右下に向かって短め。縦は、右の線にくっつくような感じですね。長さは、ここを3分の1の感じ。で、下に、右下に向かって、上の位置から、中心あたりに向かって、横に広い口を書きますね。この下あたりから、まあ、45度ぐらいですね。まあ、これよりも下がらないように、まあ、横に持っていって上に抜いていきます。